阪神競馬場本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ミレニアムセナ前に行きそうです。送信リバー、それに続いています。さらにはマスターレインボー、1番廃棄王子、その後ろアグネスフライト、後方に控えました。前に戻りましょう。送信リバー先手を取りました。ピンクの帽子マスターレインボー、その後ろすぐ隣にミレニアムセナ、その横に廃棄王子、すぐ後ろにサードエバート、その隣にボーンバンダム、一番後ろにアグネスフライト。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度。4番送信リバー依然として先頭。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ。4番送信リバー、2番手はマスターレインボー、廃棄王子、3番手アグネスフライト。いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。送信リバー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はアグネスフライト、先頭を捉えるか。やはりアグネスフライト先頭だ。ここで先頭に立った。アグネスフライトさらに突き放します。2番手は送信リバー、アグネスフライト今ゴールイン。段違いの強さです。アグネスフライト1着、2着は送信リバー、これは桁外れの強さだ。アグネスフライト。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠の笑顔を見せてゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。光サーメット4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく光サーメット行きました。続いて前へ行くのはミッドナイトベッド、さらにはサンプレイス、8番ロードアックス、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは光サーメット、これに続くのが笑顔を見せて、内からはミッドナイトベッド、その外からエアドライバー。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。1番人気のセイウンスカイ現在先団です。ミッドナイトベッド前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から。先手を取ったのは光サーメット、さらにはミッドナイトベッド、その後ろにサンプレイス、ピンクの帽子エアドライバー、その後ろ、その外に笑顔を見せて好位置をキープしています。セイウンスカイ 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として2番光サーメット、光サーメット後続を引き離す。2番手はミッドナイトベッド、エアドライバー、3番手セイウンスカイ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は光サーメット、笑顔を見せてその後ろミッドナイトベッド、その後ろエアドライバー、その後ろセイウンスカイ、後位を追走。さあいよいよ直線の攻防、光サーメット先頭、差はほとんどない。
2番手はミッドナイトベット、残り 200m、 先頭はセイウンスカイ、ミッドナイトベット必死に追う。2番手はミッドナイトベット、セイウンスカイ1着、セイウンスカイ完勝、セイウンスカイ1着、2着はミッドナイトベット、これが絶対王者だ、セイウンスカイ。